日野、レインボー SKGKR290J に、日野自動車サンプルカーレインボーは、日野自動車から発売されているバスの名称である。キャブオーバーの小型車は1966年、リアエンジンの中型車は1980年に、製造を開始し、国内初のスケルトン構造を取り入れた、中型バスとして、路線、観光用途に1980年代から1990年代に、 かけて広く販売された。元は中型車のほか小型車も包括していたが、モデルチェンジによる名称変更が相次ぎ、現在は中型路線系のみのラインナップとなっている。2016年5月6日のフルモデルチェンジの際、社名がレインボーに戻されている。車体製造は日野車体工業金沢工場が担当していたが、2002年より同社小松工場、 2004年10月に J バスへの統合で、その後は同社小松事業所が製造を担当した。社名、レインボーは、日野自動車の社内公募によって決定した。9メートルワンステップ路線車、及び7メートルノンステップ路線車は2004年に生産中止、9メートルノンステップ路線車は2007年10月1日に、イスズ・エルガミオの統合車種である、レインボー2へ移行し、 最後まで製造された1 0をメートルノンステップ路線車も2010年をもって製造を中止した。なお、ここでは日野の中型路線バスの歴史を紐解く意味を踏まえ、1964年に発売された日本初の中型バスである RM100 系、RL 系についても述べる。また、1995年にリエッセに移行した小型バス。 レインボー RBAB については、日野、DS を参照。1998年から1999年にかけてメルファーにフルモデルチェンジしたレ7 7、レインボー 7M7W、レインボー RJRR 観光車については、それぞれ後継者の記事を参照。RM100 東海自動車1964年、日野自動車初の中型リアエンジンバスとして、RM100 が誕生した。 エンジンは DM100。中型トラックのレンジャーと使用部品を共通化したため、価格は従来のバスよりも低く抑えられている。車体は RB10、RC100 系を縮小したスタイルで、特に自家用や競外路線用として導入されるケースが多く見られた。1967年以降は、エンジン出力が 100PS に引き上げられ性能が向上している。 RL100 徳島西部交通1970年 RM100 を発展させた RL100 に移行する。エンジンは4年消失式の EC100。ボディスタイルは RE100、RC300 系を縮小したものとなった。1975年エンジンを4年消失式の A300 とした RL300、RL320 にマイナーチェンジされる。r l は 従来の RL100 と同じサイズだが、RL320 は全長やリアオーバーハングを延長し、後輪より後への扉の設置を可能とした。1980年、RL としては最後のマイナーチェンジを受け、エンジンは昭和54年排出ガス規制に適合した直噴式の A700 を搭載した。車体寸法やスタイルなどは RL300。 RL322 ンずる。デザイン変更前の初代とデザイン変更後の二代目に分けて扱う。KRJ、RRK1980 年、それまでのモノコック構造による車体を持った RLK をモデルチェンジしてレインボー RJ が誕生した。車体は直線的なスケルトン構造となり、中型バスに対するイメージを一新した。路線系は 側窓が二連ユニット式となった天地の狭い二段式が標準で窓状の幕板が広いのが特徴。前面は左右一つずつの丸型前小灯が特徴で二つ目と呼ぶファンもいる。なお前小灯は角形四灯も選択でき、それらは異なる印象を与えた。前面窓も左側の可変が右側よりも下がっている。視野拡大タイプが特徴で、これは 西日本車体工業の B 型などにも影響を与えた。なお当初は、全面大型方向膜はオプションで、冷房装置も同様であった。初期モデルは、昭和54年排出ガス規制適合車で、全長によって、KRJ170AA もしくは KRJ172AA が存在した。エンジンは、RL 系の最終モデルに搭載された、A700 型が引き続き採用された。 前面に大型方向膜を搭載する場合はその部分が隆起していた。冷房装置は直結式が選ばれる場合は前方屋根状にエバポレーターが搭載されて独特の外観となった。なお、事業者によっては独立機関式も選ばれた。また、リアコンビランプは当初は規格型ではなく縦3連式であった。前述の通り、当初は 板バネのレインボー RJ のみだったが、1982年に板バネ平洋空気バネ装備のレインボー RR が追加され、箱根登山鉄道などに納入された。PRJ、RRK、レインボー RJPRJ172BA、富士急行線1984年、昭和58年排出ガス規制適合にマイナーチェンジされた。形式は、末尾が、 AA から BA に変更。エンジンは H07C 型に変更された。大型方向膜が標準となり、前面の大型方向膜部分の屋根の隆起がなくなった。また、運転席インパネルを一新した。側窓は二段式のほか、引き違い式、逆 T13 窓も見られた。エンブレムは筆記体でレインボーと書かれたものが前面に、 斜めでついていることが多かったが、1985年頃まで大型車などにも見られた後面に日野 RJ のエンブレムが取り付けられていた。PRJ RR17K1988 年観光系とともにボディのフルモデルチェンジが行われた。モデルチェンジ前と比して形式は末尾が CA に変更。エンジンは H07C 型である。 直線的なスタイルは変わらないが、エッジが柔らかな印象となり、イメージを一新した。前小灯は丸型4灯が標準となった。側窓についても天地が拡大されたが、全面窓は旧モデルを引き継ぎ、左側の可変が下がった、視野拡大型が継続された。URJ-RR3HK レインボー RJURJ3 ミヤコーバス1990年7月に平成元年排出ガス規制に適合。ラインナップは大きな変更がない。RJ 長弱車には低照車も設定された。エンジンは H07D 型になった。形式は大きく変更され、RJ、RR3HK となった。H の後に短尺が G、 長尺が J を続け、末尾は A となった。つまり URJ3 波じゃという形になる。1993年、トルクコンバーター式の5足、オートマチックトランスミッションが追加された。低照者は FF シフトの5足、マニュアルトランスミッションが標準装備された。また冷房装置は直結式が標準となった。この台もオプションで全照等が角形4等や、 各系リアランプも選択できた。KCRJ、RR1JK、レインボー RJ、k c r j 1 j ャ a j a 湘南間ナコーバス1995年に、平成6年排出ガス規制に適合。ラインナップは短尺車が、RR のみに変更された。エンジンは、J08C 型になった。また、ステアリングホイールの形状が変更され、メーカーエンブレムが、 ウィングマークから現行のマークに変更となった。全消灯は、角形4等化された。1997年3月、RJ にワンステップ車が追加され、主に都市部の事業者向けに納入された。また、アイドリングストップ装置もこの頃から設定されるようになった。KKRJ、RR1JK、レインボー RJKKRJ1。 JJHKJR バス関東1999年に平成10年排出ガス規制に適合。ラインナップから短弱車が消え9メートルの長弱車のみとなる。床形状は2ステップ標準床、低床、1ステップの3種類となる。低床と1ステップは RJ のみの設定である。エンジンは J08C、JV 型となった。 ホイールパーク式駐車ブレーキや衝撃吸収型ステアリングホイールが標準装備される。給油口や燃料タンクの位置は HR と同様中ドアの右側に変更となった。ワンステップとツーステップ提唱は FF シフトを標準装備。東京ディズニーリゾートと定型ホテル間を走行しているディズニーリゾートクルーザーは一部車種が レインボー RJ 系であるが外見からでは分かりにくい。2000年に RJ の改造登録扱いでワンステップ車に空気バネ車が追加された。FF シフト MT が標準。2001年以降は RR 路線系は消滅した形となり、以後は特装用が中心となった。2004年8月に平成15年排出ガス規制に移行する際、 イスズ自動車とのバス事業統合に伴う生産者趣味直しにより製造を終了。ワンステップ路線系については、イスズ自動車からエルガミオの供給を受け、レインボー2として販売されることになった。標準の日の車体工業の車体を仮装する例が大半だが、以下の例外が存在する。レインボー RR 観光系 PRR172 バイト香川県。 交通1980年に路線系とともに、まず板羽の RJ の発売を開始した。路線系とは、ラインナップは、明確に区別されることになった。ハイカスタム、デラックス観光、ツーリングの4グレードを設定。全長は2タイプあり、短尺の RJ170AK と長尺の RJ172AK が用意された。昭和54年排出が好き性的豪車で、 エンジンは路線系と同じや700型である。車体の全体的雰囲気は大型観光系スケルトン車の RS 系の縮小版といった感じである。全小灯は角形4灯が標準で丸型4灯の RS とは異なる。前面窓が傾斜している点や1枚窓仕様も用意されているなどの点では違いも見受けられた。1982年に路線系同様、 板バネ平用空気バネを採用した RR 系が追加され、以後観光系は RR 系が、自家用系は RJ 系が主力と分かれていく。1984年に昭和58年排出ガス規制適合車に変更。エンジンは W07 型と RR 観光系にはターボ付けの H06CT 型の2タイプが設定される。形式はターボなしが PRJ, RR170, ニワイト系、ターボ付きが PRR192 系となった。レインボー RR 観光系 URR2 端は、道南バス1988年に、路線系同様、ボディのフルモデルチェンジが行われ、全体的に柔らかい印象のボディに改められる。前年に登場した7メートル級の 7M, 7W 系に準じ、全商灯は、 異形、角形二等になる。また、レインボーのエンブレムは、筆記体からブロック体になった。H07C 型と H06CT 型の2種類となる。1990年に、平成元年排出ガス規制適合。エンジンは、H07D 型と H07CT 型の2種類となる。形式は UR、URJ、RR3H、2HG、JA となる。 1995年に平成6年を排出ガス規制適合。エンジンは OHC24 バルブの J08C 系で無下級の J2 型 215PS と観光系にはターボインタークーラー付き JTI 型 235PS の2タイプとなった。RR 観光系は高床 I の超デラックス観光と高床 I のデラックス観光があり。 デラックス観光には、短尺も設定される。RR、RJ 自家用系は、標準床で、RR には、長尺と短尺を設定、RJ は長尺のみである。また、RR215PS 車には5速 AT が、設定されている。1999年に、平成10年排出ガス規制適合に合わせて、メルファ級にフルモデルチェンジされた。 1966年、日野自動車のバスラインナップのボトムレンジを担うべく、RM100 系よりさらに小型のフロントエンジン車となる BM320 系が登場した。車種やパワートレインを中型トラックのレンジャーと共用するため、初代三菱、ローザ同様、国産、キャブオーバーマイクロバスとしてはやや大型の部類に入る。ワンマン運転に、 都合の良い前寄りの客用扉とも相まって、営業用としての需要が多く、札幌市営バスの都心循環線など路線バスとしても、用いられた。車体仮想メーカーは2社あり、帝国自動車工業製が BM320T 型、金山自動車工業製が BM320K 型となる。両モデルとも直列4気筒エンジンを搭載するが、 車体のスタイルと構造は異なっており、帝国はカットスタイルと呼ばれる角形のスケルトンボディを採用し、金山は丸型のセミモノコックボディであった。また、金山製ボディのフロントガラスは1枚式もしくは2枚式のどちらか選択することができた。1969年、社名がレインボーとなる。1970年、金山製ボディをマイナーチェンジ。 助手席窓を引き違いから三角窓 H ゴムのはめ殺しへ変更し客席窓も角の R がなくなる1973年マイナーチェンジフロントウインカーの大型化運転席ドアをオプション設定なお金酸製ボディに運転席ドアを装備した場合助手席窓は引き違い式となるレインボー AM 香川県交通 AM101 レインボー AC 上新電鉄 AC140AA1976 年、それまでのフロントエンジン小型バス BM320 系をフルモデルチェンジし、AM100 系を発売した。車体はスケルトン構造を取り入れ、フロントエンジンながら車体幅は中型バス並みの幅広モデルとしていた。エンジンは EC100 型を搭載。BM 系からは 車体も一新して洗練され、当時のトラックレンジャーキロリットルにも似た一体型のフロントマスクが特徴である。主に自家用バスやレンタカーとして用いられたほか、観光仕様や路線仕様も用意されて、バス事業者にも納入され、また特装車のベースとしても使われた。1980年にエンジンを A100 型に変更し、形式も AM101 に変更された。さらに、 昭和54年排出ガス規制適合により、形式が KAM101 となっている。一部の路線バス事業者向けに全長を切り詰めたものや、中後にドア仕様も製造された。1983年に昭和58年排出ガス規制によるマイナーチェンジが行われ、シリーズ名も AM から変更され、AC140 系となり、レインボーの名称も使われた。 エンジンは W06C 型に変更し、形式は PAC140AA となった。外観の変化は、全消灯の核型への変更など警備である。観光用、自家用の他用事専用車、路線ワンマン仕様もあり、路線用では二度ア車も販売された。1988年、レインボー 7W に引き継がれ、製造を終了した。日の レインボー 7WKCRH4G や名古屋市交通局 ACK の後継として1987年に登場したのがレインボー 7M および 7W である。中型幅で全長7メートル以下の小型観光、自家用バスで、このクラスの地位工場に果たした役割は大きい。いずれも板羽併用空気羽根で、前輪にワイドサスを採用して乗り心地にも配慮した。 レインボー 7M7CO2PCH160AA 改めならシルクロード白シャトルバス最有機塗装 7M はシリーズ名 CH でフルデッカートップドアの観光用モデルである直列エンジンを中央床下に水平配置したセンターアンダーフロアエンジンで7メートル車という制約の中で重量配分にも考慮した設計であるエンジンは W06E 型を搭載、形式は PCH160AA。奈良交通には 7M をベースにリアオーバーハングを延長して、この部分に展望デッキを設けた特注車が販売された。1988年に奈良市で開催された奈良シルクロード博覧会、シャトルバス用に導入され、博覧会終了後は塗装を生かして奈良市内の100円バスに転用された。 7W はシリーズ名 RH で AC 系の代替として CH に準じたスタイルのリアエンジンの自家用を中心モデルである。7M に比べて床や車体が低くグレードにも差がつけられていた。当初は中扉専用であったが1991年以降は路線仕様も追加された。7W 系はレインボー RB 系の拡幅版ともいえ、シャーシは フレーム付きとして、特装車のベースとしても使える設計とした。形式は PRH160AA である。エンジンは W04CTI 型を搭載。形式は PRH160AA。レインボー7 w 七交通 URH1 ワフバ、カツラギ営業所、所属632号車1990年1月に、平成元年排出ガス規制適合。 7MK はエンジンを H07D 型に変更し、出力を大幅に向上させるとともに、最後部席の5人掛け対応やボディ最後部へのトランクルーム設置などの改良がなされた。形式は UCH3HAFA。7WK はエンジンは W04CTI 型特装用、銅柄仕様が追加されている。形式は URH1WAFA。 1991年に 7W がモデルチェンジ。形式は URH1 ワフルバ。ホイールベースを短縮して中扉専用からトップドアに変更。外観的にはより 7M の会社種の位置づけが濃くなった。また観光用の他路線用にドア車も追加、奈良交通などに納入され路線バスとしても使用された。1995年に平成6年を排出ガス規制適合。 7M は、レインボー RJ、RR と共通の新型エンジン J08C、J2 型に変更し、形式は、KCCH1JAFA となった。7W は、DS と共通の J05CTI 型エンジンに変更、また、オプションとして3速 AT が追加され、同時に足回りも改良された。形式は、k c r h 4 g や、 1998年7月にフルモデルチェンジし、メルファ7に名称変更された。7M がメルファ7、7W がメルファ7にそれぞれ引き継がれ、2004年まで製造された。レインボー 7M レインボー 7W レインボー、HR 観光マスク KKHR1 ジャッキー、南海バス1999年に登場した、中型車服のノンステップバス専用モデルとして、 レインボー HR が誕生。当時路線バスの主流となりつつあったノンステップバスをいち早く7メートル、9メートル、10.5メートルの3車体調でラインナップを完成させたがラインナップ整理が徐々に行われモデル末期は中型長尺の10.5メートル車のみとなった。レインボー RJ、レインボー RR のノンステップ版後継車種として 1999年12月のレインボー HR 発売から2004年8月のレインボー RJ 製造終了まではレインボー HR とレインボー RJ 路線仕様が併売されていた。発売当初の製造は日野車体工業で行われていたが、同社は伊スズ自動車と日野のバス製造事業に伴って設立された2社の合弁会社 J バスに吸収合併され、 生産終了まで J バス小松事業所で製造されていた。また、伊スズ自動車には L ガ J として OEM 供給もされた。HRK は改造仕様の車両が多数納入されている。観光マスクは東京特殊車体で対応する。CNG 車はメーカーオプションではなくフラットフィールドによる改造でコミュニティバスやイオテツバスなど一部の事業者へ。 納入例がある。詳細は、フラットフィールドレインボー HR を参照。2004年10月1日、イスズ、日野のバス製造事業統合に伴い、製造会社が、日野社大工業から、J バス、小松事業所へ移管された。レインボー HR の新短期、規制適合マイナーチェンジにあたり、レインボー RJ の生産終了を受け、社名が、単にレインボーを名乗るようになった。 レインボー HR キロリットル HR1 ジャニー、京王電鉄バス KK 系系キロリットル HRK は、長期規制適合車で、全長7メートル車、9メートル車、10.5メートル車の3種からなる。エンジンは、J08C、J 馬型に統一され、横置きエンジン、アングルドライブを採用し、低床化とコストダウンを両立させた。中扉から、後ろは7メートル車は、2ステップ。 9メートル車と10.5メートル車はワンステップスロープとなっている。トランスミッションは FF シフトによる5速 MT のみ。参加触媒マフラーや EGR を使用して指定抵抗会社にも適合している。車体はレインボー RJ に順次対象だが改良点も多数見られる。ノンステップ化に伴う窓位置の低下、方向膜板の大型化、全消灯ベゼル。 後面コンビネーションランプの配置、非常口位置などが挙げられる。形式は以下の通り。KKHRK1999 年12月に7メートル車、9メートル車を発売。7メートル車はクラス初のノンステップバスとなった。9メートル車は横置きエンジン、アングルドライブ採用により、 わずかながら、ホイールベースを長くして、ノンステップ部分の床面積を拡大した。キロリットル HRK2000 年7月、ラインナップに10.5メートル車が追加され、9メートル車及び7メートル車の KK、HRK と併売となった。このタイプの中型長弱車は、1999年に発売された日産ディーゼル JPK に続くものとなる。 五速 MT のみのラインナップだが、同時期に発売されていた、日日の大型ノンステップバスである、ブルーリボンシティは、レインボー HR の後継車種で、形式は同様に HR 系となる。併売されていたレインボー RJ が生産終了したことで、車名は単にレインボーとなった。なお、後に、イスズ・エルガミオとの統合車種である、KR 系も、 2016年5月6日のモデルチェンジ以降は単にレインボーを名乗るようになったが、当モデルとの時期的な重なりはない。PBPKHRK、レインボー PKHR7J1P 千葉開品、交通 PBHR7G の運転席2004年8月24日発売。新短期規制適合車、PM 排出レベルは 平成12年基準値比85%減である。このモデルでは、レインボー HR から多くの点が変更されている。エンジンが横置きから縦置きになり、客室面積が拡大して9メートル車では、後部座席が3列から4列に増えたが、その一方で7メートル車は対応できずに、製造中止となった。またホイールベースも見直され、 9メートル車は短縮された一方で10.5メートル車は延長されてノンステップ部分の床面積を拡大した。さらにトランスミッションも5速トルコン AT がオプション設定で設定可能になった。外観も変更点が多く前面フォグランプ部分、右側面の非常口、後面コンビネーションランプの位置、後面ナンバープレート取り付け位置の変更のほか、 全面の通気口がなくなった。このほか、磁気投下規制や、国土交通省、標準仕様のオンステップバス認定制度への対応を行った。エンジンは、J07ETC もしくは、J07ETB を搭載する。なお、J07ETC 型エンジンは、日産ディーゼルにも供給され、同時期にモデルチェンジした中型バス JP、RMRP にも搭載されている。 ミスズ自動車への OEM 供給車、エルガ J としては、キロリットル h r 系に引き続き10.5メートル車の供給となる。名古屋市市民経済局が運営する名古屋観光ルートバス、メーグルには、東京特殊車体が車両改造を手掛けたブルーリボン式と同様のフロントマスクの車両が存在する。形式は以下の通り。BDG HRK レインボー BDG。 HR7Java、川崎鶴見臨港バス2007年6月6日発売。新長期規制適合車。基準値に対し NOXPM の10%減を達成している。エンジンは J07ETG、ホイールベースは5.58メートル。このモデルから AT 車の設定が廃止され、トランスミッションは FF シフトの MT のみとなった。形式は BDGHR7 Java。ラインナップから9メートル車が姿を消し、10点をメートル車のみに縮小された。9メートル車に関しては、イ子ズと日の出車種が重複していたが、エルガミオ側に整理され、レインボー通として供給されるようになった。イ子ズへのエルガ J としての供給も終了した。2010年9月をもって製造終了となった。エルガ J 立川バスは、 エルガ J の最大保有事業者であったエルガ J は前述のレインボー HR 及びレインボーの10.5メートル車がイスズ自動車に OEM 供給され発売されていた車種である。中型車服で全長10.5メートルの中型長弱車としては日産ディーゼル工業の JPK を皮切りに三菱不装トラックバスのエアロミディ MK が発売されているが イスズ自動車では製造されておらず、レインボー HR 系の OEM 供給車としての発売となっており、日野自動車からの導入がない事業者で納入例が見られる。しかしながら、納入先はごくわずかで、全国で15台ほどしかいない。イスズ自動車からは、平成17年規制適合車、低排出ガス重量車適合車は発売されていない。二千三年末より、 レインボー HR の10.5メートル車が、イスズ自動車へ、L ガ J として、OEM 供給を開始したが、製造、導入実績はない。形式は、キロリットル HR1 ジャネク。2004年、日野自動車での、レインボー HR からレインボーへのモデルチェンジに、合わせて、マイナーチェンジされた。形式は、p k h r 7 j パック。2007年まで発売されたが、 日野と異なりイスズではこの世代をもって発売終了した。PK、規制車では以下の事業者などに申請導入された。九州参考バスと熊本都市バスに申請配置された車両は現在もそのまま稼働中である。エルガ J の最大保有事業者であった立川バスでは2015年までに全車除籍され、エルガ J 最よなら運転が行われた。 立川バスのエルガ J は以下の事業者へ移籍したが熊本電気鉄道への移籍により熊本県内の4大バス事業者では熊本バスを除く3社でエルガ J が走ることとなった京成バスでも2016年までに全車が除籍され京成グループの千葉グリーンバスと関東鉄道へ1台ずつ移籍したなおその後千葉県に大きな被害をもたらした2019年10月の 台風21号に伴う、豪雨災害により、千葉グリーンバス本社併設の田村車庫が水没して、バス十数台が廃車となり、その際に、CG-305 号車も廃車となっている。詳細は、千葉グリーンバス令和元年台風21号による、豪雨被害を参照。レインボー2は、イスズエルガミオの OEM 車として登場し、後に同社との統合車種となった。 中型路線バスである。レインボー2ワンステップ PAKR234J1 改め関東。鉄道蒸気レインボー RJ ワンステップ車を2004年8月の平成16年排出ガス規制適合の際に製造を収束させ、バス事業を統合する一鈴自動車からエルガミオワンステップ車の OEM 供給を受けてレインボー2の名称で発売することにした。こちらは J バス。 宇都宮事業所が製造する。外観、仕様は、エルガミオと同一で見分けはつかない。車内のコーションプレートも、イスズのままである。エンジンは、イスズ製 6HK1TCN 型で、6速 MT が標準。粒子状物質排出レベルは、平成12年基準値比75%減の三つ星仕様で、日野の自社製に対しては、環境性能が劣っていた。 この供給開始により数年間、日産ディーゼルの中型バスに日野製エンジンを搭載するようになった一方で、日野が発売する一部の中型バスには自社製エンジンが乗らないという現象を生んだ。その後日産ディーゼルの中型バスは、提携先の変更により、三菱不創製エンジン搭載となった。また、CNG エンジン車もあり、こちらはディーゼル車とは異なり、 ノンステップ車のみの設定となっている。エンジンは、イスズ製6配置型で、5速 MT が標準。ワンステップ CNG ノンステップともにホイールベース4.4メートルのエアサス車であり、形式は PAKR234J1 改めである。レインボー2ノンステップ PDGKR234J2 東部バスウェイストに2007年8月29日には、 平成17年排出ガス規制適合車にマイナーチェンジされ OEM 車から統合車種に移行した。基準に対しナンバーワンーパセント減を達成している。同時にディーゼルのノンステップ車が発売された。変速機は標準の6速 MT に加えて5速 AT 車がオプションで設定された。レインボー HR が9メートルノンステップを廃止しているため、 今後は、当モデルが9メートル路線車全般をカバーする。外観上はヘッドライトが、ブルーリボン2と同様に規格型かけに投下された、ことで、エルガミオとの区別が可能になった。また、PA 台では、車内のコーションプレートは、イスズになっていたが、当モデルより、日の自動車になっている。CNG 車については、市販車ではなく、ベースに改造されたものである。 ノンステップワンステップともにホイールベース4.4メートルのエアサス車であり、形式は PDGKR234J2 である。レインボー2ワンステップ SKGKR290J1 新規バス約2ヶ月の空白期間を経て、2011年11月30日に平成22年排出ガス規制適合車にマイナーチェンジした。 形式は SDG-KR290J1。ベース車であるイスズ・エルガミオに順次。エンジンは直列4気筒排気量 5193cc、出力 177kW、最大トルク 765nm の 4HK1TCH 型に変更。尿素を用いずに排出ガス規制に適合している。形式の数字も234から292。 変更となった。4気筒と小型化されたが、出力は従来並みで、最大トルクは 706nm からアップしている。発進時にエアコンを停止させる機能を持たせるなどして、燃費向上も実現した。また、ABS が本モデルより標準装備となっている。なお、イスズが開発を担当しているため、ブルーリボン2同様に排出ガス浄化システムに、 エアーループの名称は用いられていない。2012年6月19日には、新ワンマンバス構造要件適合、MT 社に、新アイドリングストップスタートシステムを標準装備した上で、平成27年重量車燃費基準達成などのマイナーチェンジを実施して発売された。形式は SD、SDG SK、SKGKR290Z1。なお、 新アイドリングストップスタートシステム未装着車並びに AT 車の形式は SDG マイナスのままで変わりはない。今回のマイナーチェンジではブルーリボン2同様に開発を担当しているイスズが発売しているイスズエルガミオより先行発売されたレインボー2の後継車種である。形式は KR 系ながら車種名は単にレインボーとなった。 単にレインボーと名乗るのは HRK 以来である。2017年以降は統合車種のエルガミオともども日本国内で製造される唯一の中型路線バス車両である。2016年5月6日にフルモデルチェンジを実施して発売。同時に社名もレインボー2からレインボーに戻された。統合車種のエルガミオ同様に搭載エンジンは 直列4気筒の 4HK1TCN にすることによって平成27年度燃費基準を達成するとともにポスト新長期排出ガス規制に適合。前年8月にデビューした新型ブルーリボンディーゼル車を採用する。このモデルよりノンステップバスのみの設定となった。こちらはブルーリボンディーゼル車と違いトルコン式 AT の設定はなく、 またブルーリボンハイブリッドの AMT とも異なっている。2017年8月8日に発表し2017年8月29日に発売。平成28年排出ガス規制に適合し、排ガス規制記号が 2Kg マイナスとなった。ロービームと社服等の LED 化並びに尿素 SCR システムを採用した。2019年7月1日発売。 ドライバー異常事態応システムを標準装備。近年増加傾向にあるバス運転手の健康状態の急変による交通事故の対策として、非常ブレーキスイッチ式のドライバー異常事態応システムを大型路線バスブルーリボンとともに標準装備してモデルチェンジした。2020年6月17日にマイナーチェンジの上で新発売。二代目レインボー発のトルコン式。 オートマチックトランスミッションを設定。形式変更はなし。ありがとうございます。